皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はシーズン19アップデートの知っとくと得しそうな知識、小技だったりを感想を語りながら動画にしていきます。でもただ一人で感想をつらつら話してるだけだと偏りがすごいので、今回は特別にスペシャルゲストをお呼びしました。はい、今回もお寿司でーす。どうも。はい、今回もまさとしです。ということでApexにそこそこ詳しい2人でシーズン19の仕様だったり、普段の動画では話さないようなぶっちゃけ話をしていきます。サクサクまとめていくんで、ラジオ感覚で聞いていってください。で、まあただ話すだけじゃちょっとねぐだっちゃうんで、以下の項目について話していきます。それではやっていきましょう。それではまずシーズン19で変更されたランクの制度について。シーズン19は昇格試練が追加されたり、レートボーナスが上がったりしましたが、マサトさん、ここについてどう思いますか？ソロがきついですね。ソロきついか。間違いなく。そうですね。間違いなくきつい、うん。ソロめちゃめちゃきつくなったよね。多分ね、予想以上にApexね、ソロ勢多いと思うんだよ。まあそうだね。ソロ勢多いね。大変だよねこれマジで。どうすんだろうみんな。フルバック分かな、やっぱり。でも今までシーズン19までソロでやってた人が急にフルバック分ってなかなかきつくない。いや確かにな、難しい問題だよなこれ。そうだよね。まあでもフルパでなくても最悪ディオぐらいじゃないと多分きついね。具体的に何がソロきつそう？いやまあ連携力めちゃめちゃ大事になってくるから、やっぱ昇格試練とか。そうね、昇格試練がやっぱり。そうね、それまでだったら多分大丈夫だと思うね。今マサトシはシルバーからゴールドの昇格試練やってるって。ああ、やったんだけどすごかったよ。すごかった。マジですごかった。もうなんかね、減りが、通常のランクってまあさ意外と早いじゃん今シーズン。そうだね、めちゃめちゃ減り早いね。そうで毎回早って思ってんだけど、本当にね、1戦目が2戦で行ったんだけどチャンピオン、はいはい、ああ取れたんだ、よかったね。そう、1戦目が第3ラウンド収縮始まる段階で15部隊やばいて、そうもうみんなね、なんかジャンプタワーとかでなんかいろんな方向逃げていったりみたいな、もう生存意識で動いてた。なるほどな。そう、2戦目もそんな感じだったな。でも割とあれなんかな、多分昇格試練のタイミングは何、昇格試練同士で当たるとか。多分そうだと思うね、あの減りの遅さは。みんなもう50位狙ってたもん。あとね、面白かったのがシルバーってさ、あの10位と5試合中3試合、10位と何だっけ、切る足3つを3回やらないといけないわけ、はいはい、で10位になったらもうみんなとりあえずトップ10っていう項目クリアしてるから、切るポトリに行くんだよね。あーなるほどね。そう、それで結構減る。あれってあれなの、10以上取りつつ切るゴミっつってことなの？あ、そうそう、それを3回やる5回中だよね。うん、俺トップ101回入って1試合目ダメでさ、切るポ取れなくて。あ、なるほど、ね、そしたらカウントされてなかったから。切るポ3つ以上取って10以内入るって割と難しくない？なかなかだよね5回中3回いけるかって言われたらノーな気がするんだよね。そうなんだ、だからシルバーゴールドの難易度めちゃめちゃ高いなと思って。ゴールド行ったらもうすごい、なんならもうプラチナでもめちゃめちゃ。そうだよね、プラチナすごいよ。プラチナ6だっけ確か。キル足合計6だった気がするんだよな、ゴールドからプラチナ。シルバーからゴールドトップ10に入る、かつキルマとアシストを3回出せで、え、ゴールドからプラチナきつ、やばいっしょ、やばいっしょ3つの異なるマッチで以下の条件を両方達成、トップ5に入る、キルマとアシスト6回達成する、ね、無理じゃんこれ。やばい、だから最低 2% 以上倒してトップ5を3回5回中3回やらないといけないからマジできついから。なんだから、あれだ、もう多分みんなチャンピオン狙った方が効率いいね。そうだね、なんならこれ優勝した方がいいよね、多分。キルポ関係ないからね、優勝するより難しいよね別に。そうだと思う、俺もなんかシルバーからゴールドやってみたけどそう思ったね。うわ、そっか、これ俺勝手にあれだと思った、片方でいいのかなって思ったら両方なんだねこれ。そう、でも全部異なるマッチって書いてあるからね。そうだよ、ね、ブロンズからシルバーはね異なるマッチないから。そうね、そう、そう、同じかと思ったらこれもシルバーゴールドゴールドプラスの、ね、もう違うんだめっちゃ難易度高いよねこれめちゃめちゃむずいね。でしかも多分あれだよね、まあ本当にまあみんな昇格戦かは分かんないけど、多分内部レート上がるみたいなこと言われてるよね。なんかあーありそう、それもみんな昇格戦きついきつい言ってるから、昇格戦の時はなんか敵強くなるみたいなのは聞いたことある。これは本当かどうか分かんないけど、まあ、そうだね、だからソロがディオとね、あの昇格のディオパーティーと当たってくれるんだったらまだチャンピオン取れる可能性はゼロではないけど、これ普通のディオパーティー来たら地獄だよね。そうだよね、まあ、逆にさ、あれだよね、なおさらさ普通に、なんだろう、今シーズンレートボーナス大きくなったの知ってる？そうね、だからゴールド帯とかだったら、その内部レート高い人だったらもう自分とかもマイナス15しかしないんだけど初動値しても、なんて言うんだろう、
あれでかいよな。そう。そうなってくると、みんな動きが適当になってくるんだよね。自分も含め、めちゃめちゃ初動から中盤まで適当。うんってなってきたら初動回としてもね問題ないもんね。それで昇格戦の味方来たらもっとひどいことになるよね。そうなっちゃったらやばい。ワンチャン多分そういうシステムになってる説もあるしな。ちょっと中見てみれないから分かんないけど、うん、みんな昇格戦で60人集めるのは不可能だと思うから。そうだね。なんかしらね、ある程度は考慮されてそうだけど多分混ざるよね。そうね。マークのさっき言ってたやつとかは多分あれなんだろうね、うまい具合にあったっていうのはあるかもね。多分パーティーの一人が昇格戦入ったらっていう感じが、もしかしたらデュオパーティーとか、あー、その人で昇格戦行ったらデュオパの片方が昇格戦だからみたいな感じでマッチはありそう。あー、それありそうだね。確かに、うん、それありそうだわ。なんかね、ちょっとフレンドの話なんだけど、うん、フルパで、ゴールド1の昇格戦手前ぐらいから始めた人と、ゴールド3、4の人が一緒にやってたんだって、3人で、うんうん、ゴールド3の人、ゴールド4の人、ゴールド1の昇格戦前の人で、昇格戦で優勝できなすぎて、うん、結局、ちょっとゴールド1、最初ゴールド1だった人が優勝一生できずに他の人がゴールド1まで上がってきて、で昇格戦ってミスったらマイナスされるじゃん。でそのマイナスされたタイミングで他の人が昇格戦になってて、えそこで優勝しちゃったみたいな。えきつ。で一人だけその3人でエーペックスやってて10時間ぐらいプレイして、ゴールド3ゴールド4の人は3、まあ、4000盛りぐらいしたんだけど、うん、そのゴールド1の人はプラス200ぐらいで終わったらしい。やば。じゃあ昇格戦でも一応 RP、LP か LP はもらえるんだ。味方の LP は増えるんだけど、あだけどミスりまくってズレが生じちゃう。そう、そういう噛み合いがあると本当に優勝全くできないとそうなっちゃう。きつ。でフルパでやってもやっぱりその3つの異なるマッチで以下の条件両方達成難しいんだね。やばいね。そう結構右の方がむずいっていう実はね。そう右の方が難しいよね、どう考えてもこれ、うん、だってトップ10に入りながらキルマとアシスト3回達成って、まあこの内部レートのランクシステムで、うん、ヒルレざっくり2以上ないと無理だもんね多分。うん、そうだね、ざっくり、うん、本当にざっくりだけど、しかも内部レートだから自分と同じレベルで一緒のぐらいの人と戦うわけだから。そうだ、ね、強ければ強いほどきつくなるしね。そうだね、内部レート的に童話がいてもさ、うん、ヒルレ1に近づくじゃん今のシステム。そうだね、うん、その中で明らかに抜けて強くないといけないっていう、ガチでフルパ環境っていうね。本当にソロきついね、うん、やばいこれ。そうそうだな、やっぱりソロやってるも強い敵と当たるし。そうだね、うん、昇格戦はあってもいいけど緩くはしてほしいよなこれ。そうね、ちょっと右の項目がちょっときつすぎるんだよな、うん、片方でいいのにねこれ。そうね、片方、うん、そう両方達成。あと普通にさ5回中1回勝たないといけないでしょ。5回中1回、うんうんうん、エーペックスでさ20人で戦うじゃん、20チームか、うん、だから20チームのうち優勝できるの一舞台だけなのに、うん、5回か、少なくない？さすがに。確かに。そう漏れてる。トップ2だったら2回とかあればいいんだよね。そうだよね、なんかね、うん、ありゃいいけどね、うん、でなんか周りなんか、まあ、ワンチャン昇格戦同じ人と当てられてるとかなったらなおさら無理じゃん、うん、でもなんか干されてくよねあの何、うん、いやマジでそう。てかマスター行ったら本物だと思うな。そうマジで本物、うん、干されてくよどんどん、うん、ルーキーからブロンズ、まあ、ルーキーがブロンズ、ブロンズからシルバーまだあるかもしれないけど、シルバーからゴールドでもその20部隊中抜けられるの5部隊だけです。でどれぐらいかな、ダイヤ昔のダイヤ4ぐらいかな、シルバーゴールド。現状でもあれじゃない、シルバーとかでもダイヤ4ぐらいじゃない現状。あーそっか、うん、で多分最終的にもゴールドプラチナで多分ダイヤ4ぐらいになると思う。うん、そうだよね。さすがに日程が長いから多分プラチナでダイヤ4ぐらいじゃない。105日あるんですよ今シーズン。長いよね。普通90日ですよ。びっくりしちゃったんだけどね。2週間長い。うん。もう長い。今シーズンプレイする人はもっとグロいよね。やばいよ。いや、修行僧よ。ちょっとなんかやらなくてよかったなと思いつつ。あ、もしかしたらこの後やるかもしれないけど、まあ、やりたくないね、これは。105日はちょっと。うん。っていう感じだ、ね。タッチぐらいで終わらせたよね。うん。そう、タッチも、まあ、きついよね。今そうだよね、もう200人ぐらいいる？ちょっと見てみますか、現在の時刻、11月の4日の2時なんで、シーズン開幕から丸3日が経ったぐらいですね、うん、丸3日、ちょうど3日、うん、そう、ちょうど3日、2時なんで141人、3日で141人で、まあ他のシーズンと比べたら少ないけど大変だよね、うん、
やばいね。ですごいわ今プレイ行ってる人は。であの多分昇格戦の人めちゃめちゃ多いですこれ。あそうだよね。そう23,900ラインにめちゃめちゃいる、うん、一緒にやってる人で置いてかれたりとかあったらさすがにちょっとかわいそうだし。いや置いてかれたりギスるなちょっと、うん、フルパ推奨だけどワンチャンフルパに亀裂入るよね。うんかわいそう。そっかフルパ推奨でフルパに亀裂入るってやばいな普通に。だって仲悪くなるでしょさっきのその友達の話もそうだけどさ。うん10時間になってプラス200の人プラス4000の人いるのやばいだろう。あ、うん、そういう人たちはもうなんか無限にプレデター行ってる人たちだから多分何にも思ってないだろうけど、うん、これでまあ本気でランク上げたいですっていう人がさそういうのなやったらまあ終わりだよね普通。そうだね。なんか昇格戦の試み自体が悪いわけではないと思うんだよな。そうだね、まあ、昇格戦やってみたけどめちゃくちゃ面白かったよフルパーだったら。なるほどね。もうなんかその緊張感っていうかもうあれはね味わえないね。なるほどね。うんフルパなら楽しい。まああれだよね落ちるのなしで優勝したら昇格ぐらいだったら何かなって思ったもん。あそうだね別に5試合中っていうあれなしでもう良かったかもしれないね、うん、ちょっとね、うん、どんに弱い人でも勝てない時やっぱ勝てないしね。マジ狭きもんすぎるんだよな。まあそこは多分ね来シーズンあたりになんとか治ると思うんだけど、うん、今シーズンは長いと投げ長い来シーズンあたりに治ると思いたいが今シーズンが長いので気長に待ちましょう、うん、そういうことだよねっていうぐらいかなランクについての話。そうね。じゃあそれでは次 Apex 全般の仕様がちょっと変わったりしましたね。例えば、まあ、ちょっと話したい内容が一つあるんですがアーマーを持った状態で復活すること最強ねあれ。システム面の変更、まあ、あとはヒートシールドがトライデントにつかなくなったとかそれぐらいなんだけど、まあやっぱりあれだよねアーマーだよね最強ムーブね。あれさ公式的には不正な行為らしいね。嘘でしょ、うん、いや俺今日動画出したんだけどめちゃめちゃコメント欄荒れました。ガチそう。え予想できなかったってことそれ。予想できなかったらしい。うわでもさっきのさ昇格試練の話もだけどさまあ、うん、20部隊中上がれるの、まあ、5回トライで5部隊って考えたら4分の1じゃん、うん、上のランクどんどん厳しくなるじゃんで、うん、まあソロが難しいとかもやる前からさ予想つくじゃん。そうだね。今回のアーマーの件も明らかにさやる前からもう予想というかなんならもうパッチノート見た瞬間ああこれアーマー持って自殺したらどうなるんやろうなってなるじゃん。うん誰かしら指摘しなかったんかな。うんなかったんじゃない。だよね積もってるってことは普通に心配になるよね。ああ俺雇ってもらおうかな。雇ってもらうか。リアルなんか中の人病んでないっていうなんか本当に寝不足でやっちゃったのかやっちゃったのかなみたいな。何バンとか、まあ、バンまでいかないと思うけどな。これでいったらもう全員バンだよ。そうだね。俺もバン。みんなやってんもん。そう、みんなやってるから、まあ、やってみたくなるようなくらいバカげてる話だからね。まさかできるわけないだろうが、できちゃうんだから。本当にすごいよねあれできたら。だってもう若浜3つでもう初動とか中盤とかもう超ご了承いけんもんね。そうなんだよね。あれやばい。ちょっとそこら辺は、まあ、なんとかしてくれって感じで。そうね。そういうのより先にねそのトライデントにひどしくっつけなくさせるとか、うん、なんかなんていうんだろうね多分運営さんは多分アンチ外待機をどうにかしたかったのかな先に。確かに。アンチ外待機をどうにかさせてからその他に触ろうかなって思ったんかな。昇格戦のシステムもアンチ外待機を弾圧するとか、うん、そういうためだよね。ちょっと一つのことに集中しちゃうと他のことに目がいかなくなっちゃうのかなっていう。めっちゃオブラート包むよ。もう悪く言うとです言い過ぎでしょ悪くカットカットあ俺もまあねそういう人間なんで分かるんですけどちゃんと P 音で伏せなきゃうん、まあ、そういうことだよね。うん、いうのがなんか全般の仕様の変更がその明らかに一極集中型でちょっと悲しくなってしまったんですが、うん、まあそれぐらいにしておきますか。これ以上言うと口がちょっと悪くなっちゃう。それでは最後に、レジェンドや武器の調整について、まあ、今シーズンはコンジットが追加されたり、まあ、大きくは入ってないけどいろいろ武器に調整入ったんですが、そうね、そう正俊さん的に何か気になったレジェンドや武器ってあったりしますか。いやコンジットは、はいはい、俺的にはそんなにめちゃめちゃツイッターとかでめっちゃ弱いって言われてるんだけど俺的には結構強いんだよね。結構弱いって言われてるよね、うん、別に問題ないレジェンドだと思う。
確かに。コンジットな、アビリティがめちゃくちゃ強いよね、やっぱり。そう、アビリティがウルトだから、マジで。そう、ウルトがね、悪くないけど、ね、使いどころがない。あれ、本当に、うん、そうね。使えるタイミングはめちゃくちゃ使えるけど、使えないときとことん使えない。なんか車線切れるわけじゃないからな。あとね、ホライゾンに9で飛ばれて終わるしね。ホライゾン強いのよ。そう、ホライゾンってずるいんだよね、やっぱり。ふわっと着地じゃないんだよね。結局ホライゾンずっと強いからね。強いね。マジでな。コンジェットな、まあ、どうにかするとしたらウルトを強化するぐらい。そうだね。まあ、ウルトな、うん、まあな、コンセプト自体が弱いわけじゃないと思うんだけど、なんかカタリストとかでよくねえな。展開時間が早くなれば多分相当いいキャラだと思うんだよね。そうだよね。展開時間、対戦でも使えるし。そう、ガチ遅いから、ね、うん、展開時間。そう、遅すぎるんだよ、あれ。あれがね、ポッて出た瞬間に発生するとかだったら、多分ちょうどいい強さになりそうだよ。うん、強いと思う。やっぱり、ランクとかでちゃんと本気でやるってなると、もう自分のね、ウルトをいかにうまく使って相手倒すかみたいなゲームになってるから、エーペックスって。その中でウルトが弱すぎるとちょっとねっていう感じだ。そうだね。どこにも役割がないんだよね。難しいね、使いどころ。戦いに行くなら、まあ他のキャラのウルトでいいし、家こもるなら、うん、まあ別のキャラのウルトでいいしね、っていう感じになっちゃって、ちょっと中途半端なんだよね。まあ自分から仕掛けられなくもないし、守れなくもないんだけど、ちょっと使いどころが渋い。うん、でも、スキルはめちゃめちゃ強いと。強いね。マジで強いね。マジカジュアルとかだったらさ、もう一生楽しく使えるんだな、コンジェット。無限に戦えるしね。強い。味方回復させられるのも強いけど、自分に回復つくの強いっていうか、両方につけられるのちょっと強いと思うんだよな。強いね。レブのウルトで一生戦ってるみたいな感じだから。ああ、そうそうそう、聞こえは強いんだけどね。うん、ウルトが本当に弱い。弱い。そうね。あの、使える場面はめちゃくちゃ刺さるんだけど、使えない場面は本当に刺さらんし、使えない場面が多い。たまに刺さるときすごいよな、あれ。もう一生踏んでもんね、敵。そう、たまに刺さるとき強いんだよね。例えばバンガとかさ、まあ、うん、ブラハとかのウルトって、まあ、戦闘中1回使えばまあ強いじゃん。強いね。基本的に1回戦闘だったらもう9割使えるウルトじゃん。うん、コンジットって3割ぐらいしか使えないんだよね、その戦闘で使える場面。そうだね。うん、他の強いキャラのウルトたちは1回の戦闘で1回使えば基本強いんだけど、コンジェットは5回戦って1回使えるかな、うん、みたいな。まあ、マジそんくらいだと思う。そう。っていう感じのウルトだから評価が低いんだろうね。うん。言われてるほどは弱くない気はする。うん。パッシブが思ったより強くなかったのは残念かも。あ、わかる。あれ、常時だったら強いんだけど、味方見てる時しか使えないから。うん。まあ、ソロランクとかデュオランクで味方こかしたくない人とか使うキャラになるんかな。うん。っていうのが。あれ、もしも逆だったらどうする？あのパッシブが味方と近寄ってたら足が速くなってるだったら。あー、まあでもあれでもね、結局離れてても味方見てないと意味ないから、うん、そうね、味方見るっていう制約がなかったらなんかめちゃめちゃ強そうな感じするけど、味方見るなかったらマジ強かったろうな。そう、味方見るなかったらね、ちょっと展開してる時とかにめちゃめちゃ強かったりすると思うんだよ。うん、レレレにも乗ったら最強だったろうな。ガチで最強ね。ちょっと違う世界線のコンジと見てみたかったわ。そうね、マジでやばそう。一つ何か一つ変わればウルトがもうちょい強いか、パッシブもうちょい強かったら何か変わってたと思うんだよね。そうだと思うね。あと一息、もうスキルが強いからね。なんかね、まあ、個人的にはウルトが強ければガチで変わってたと思う。うん、そうね。やっぱね、スキルだけだと詰められないからね、さすがに。うん、何かしら起点になったりするスキルだったら最強だ。うん。あ、あとごめん、ちょっとそうだ、コンジットのウルトについて一個だけ小技話しとこう。うん。もまだ修正されてないと思うけど、コンジットのウルト使った時にパンチでキャンセルできるんだよ。あ、そうなんだ。そう。で、パンチでキャンセルした時に、弾が確か8個出るんだけど、4個とかでキャンセルできるのよ。で、ウルトのリチャージが 50% 溜まった状態で補助できる。何それ。だから、めっちゃ小技やん。今ちょっとできるか分かんないけどね。うん。で、その室内とかってウルトたくさん出すぎるとくっついて壊れちゃうんだけど、室内とかで使うのはそういう使い方の方がいいかなみたいなのは言われてるんですよ。ああ、いいね。っていうちょっと小技を挟んでみます。知らなかった。で、これね、ちょっとした補足なんだけど、こんな感じにコンジットのアビリティを使ってる状態で、新たに別のこの裸のアーマーを着ると、こんな感じにコンジットのアビリティのアーマー付与を引き付けたりするんで、ここもね、コンジットの小技としてチェックです。で、あとこれマップの小技なんだけど、ザ・パイロンのこの真ん中の塔の一番上には紫アーマーがほぼ確定脇です。これも覚えておきましょう。以上、会話内で話せなかった小技でした。じゃあちょっと武器の方に行きますか。うん。武器はどうでしょう。いろいろ長物系が強化されたよね、基本。あ、そうね。うん。センチネル、ロングボウだったりかな。うん。マジセンチネル、弾でかすぎるよね。センチネルマジでかいね。なんかバンテージのウルトぐらいでかくない、うん、あ、そうね。あれ、チャージ中のみだよね。そうね、チャージ中のみ。で、うん、ロングボウはチャージしなくても
ちょっと、うん、コンボもね悪くなかったんだよ、使ってて意外と当たりやすくなってる気がする。いいね。なんか両方ともなんか気持ちいい、バンテージのウルトと、まあ、前の間ぐらいの大きさな気がする、うん、気持ちだいぶ当たる気がする。マジで普通にチャージセンチより強いからな。強いね。長物環境になると思いきやマイナスが小さくなったから意外とならないっていう、意外とならないんだよね。あとなんだろう、ディボ強いくない？ディボハモって強い、ね、やばいね、うん、タボチャタボチャ、うん、これだよねっていう感じの。そう、やっぱタボチャはあれじゃないと、そう強くないとね。前までは、うん、弱くないけどって感じだったかな。俺ハボックにつけてなかったもん。ああもうつけない人多いもんね、うん、キーファーとかの人だったらもうハボック保たない方が強いじゃんってなるしね。そうそうそう、どう考えてもキャラコンしながらちょっとチャージして打つみたいな。そうそうそう、それで十分だったからな。多少報われてよかったかな、うん、あとは何やったっけ。ウィングマン、ウィングマンか。ウィングマンさ、弾でかい、弾でかい、クソ当たる、あやばいやばいね。50-50やばいよな。うん、胴体防御力強すぎて、いいね、うん、しかも今シーズンからさ、あのケアパケに毎回武器出るようになったんだよね。あ、そうなの。そうそう、ケアパケに絶対に赤武器が1個入ってるっていう感じだったから、そうウィングマンのがプラウラ拾いやすくなって。あ、確かにそうだ。そう、そういう意味でまあある意味ね、スカーミッシャーのキャラが強くなったりとか。なるほどね。あとローバーで引っ込むのも強くなったりとかあったりするから、うん、そこはいいかもね。まあウィングマンがねケアパケ入って悲しむ人も多いだろうけど、まあ、意外と拾えたりするんで、うん、まあそんなに悪くないのかなとは思うな。うん、あとは武器か。武器何やったっけな。チャーライもそうか、弾でかくなったか。ああ、そうね。あ、ヘムロックダメージ下がったのに忘れてたわ。ああ、でも強いよね。まだそう、ダメージ22から21に減少はしたものの全然問題ない、全然問題なく使えてるよね、うん、気持ちいい。確定数一発減ったかなぐらいか、うんうん、今の環境はやっぱね、あのぐらいの距離の武器強いよね、距離感は。そうね、なんだかんだね、そこそこみんな戦いに行くから、うん、勝負はつくぐらいの距離、かつヘムロック単発にすれば遠距離もいけるから、まあ、割とどの距離もそつなくこなせるのがいいよね、うん、あとはまあせいぜいエルスターぐらいか。エルスター結構人気だよね、うん、あ、人気ね、エルスター。エルスターね、やっぱあれか、リコール制御しやすくてみんな使ってるんかな。まあそうね、でも一回やっぱあのネメシスとか味わっちゃうと中距離俺はネメシス派だな。あ、そうね、エルスターでも、うん、まあ中距離もいけるし、まあ、全距離ある程度いけるから使われてるの。あ、そうね、ある程度。あとはあれじゃない、リロードが。そうね、うん、やっぱあれ強みあるね。近距離な、弾ばらまけんの強いけど、こっしゃめ精度が昔より悪いのがちょっと悲しい。そうなんよ、うん、ちょっと悪いよね、良すぎた昔を知ってるから思うのかもしれないけど。そう、ね、一時期マジ許したら年下がやばかったから気づいたら、うん、あんまり当た、まあ、当たるには当たるけどそんなに当たらなくなっちゃったから、うん、1本でよかったもんね、エルスター。ガチでエルスター1本でよかったもん、うん、っていう時期もあったくらいだったから、まあ、そこから考えると微妙かもしれないけど、まあリロードなしで中距離の敵とかせるのはやっぱり強いな。そうね、うん、今後もまあ使われる武器にはなりそう、うん、まあ、あとなんか強化じゃないけどなんかちょっと Apex やってて思ったのはあれだね、うん、アタッチメントなしで使える武器意外とちょっとなんだろう、使用的に強くなった部分があったりするかもね。あのさっきリスポーン味方にしてもらって、うん、あのヘブロックとオルナテーター持って降りたのに、うん、めちゃめちゃ弱かったんだけどさ、うん、あの例えばこれが多分片っぽさショットガンとかだったらさ、ショットガンとかまあぶっちゃけアタッチメントいらないじゃん、うん、そういうアタッチメントがいらない武器って、まあ、最終盤の場で蘇生もしされた時とかに使えるかもしれないね。確かに、うん、もしかしたらそういうのがあるぐらいかな、武器に関しては。確かに思ったよりがっつりは修正が入んなかったもんね、武器たちに、うん、レジェンドもね大きく入んなかったから、まあ、正直あんまり武器環境レジェンド環境は変わんなそう。そうね、気持ちカタリスト若干厳しいくらいか。ああ、そうだね、確かに減ったかも、敵のカタリスト、うん、ランクの使用的にも減ったけど、まあやっぱりスパイクストリップに2つしか投げられないのは、うん、あれでかいね、ちょっとでかい、うん、意外と大きいよね、うん、っていうのぐらいかな、気になったところは。実際にやっててカタリストめちゃめちゃ減ったしね、うん、そうね。代わりにコントローラーなんかランパあたりがちょっと増え気味な気もする。あ、ランパ多いね今、うん、前シーズンも多かったけどカタリストが減ったからちょっと多く見えるかな、うん、そうね、ぐらいですかね。ということで以上シーズン19の感想でした。何か参考になることがあればグッドのチャンネル登録、またこんな感じの動画見たいよって人はグッドよろしくお願いします。それでは以上、親子どんのすけとまさとしでした。はい、それではお疲れ様です。バイバーイ、バイバーイ。